こんにちは、ことみじです。今日は大相撲よもやま話、名門の相撲一家、さあ何でしょうね、井筒三兄弟。井筒部屋三兄弟といえば、長男に隠れ山関、次男に坂岡関、三男は寺尾関。今日はこの井筒三兄弟について私の思ったこと、感じたこと、現役時代の絡みとかをですね、余すとこなくお話ししたいと思います。なぜその名門の相撲一家なのか。師匠の井筒親方ですね、お父さんの現役時代の名前は鶴ヶ峰。その鶴ヶ峰関の家系を調べると、なんと25代横綱西の海とか、いろいろと、もう本当の相撲一家すごいんですね。今日はその点はちょっと割愛させていただきますけども、その寡黙な親方で、ものすごいその人格者っていうようなイメージがございます。もう若い時から井筒部屋の方には一門ではないんですけども、出稽古行かさせていただいて、稽古場行くんですけどもね、もう井筒親方がドカッと座って、一言も喋らない。それがまた逆に、そのオーラというか怖いというか、優しいんですけどね、優しいんですけども、その喋らないその怖さっていうかですね、いちいちその細かいことを言わんでも、自分自身でそのやる気を見せなければ、やっぱりこの相撲なんていうのはやっぱ強くならない。やっぱりそういうようなところをですね、自分で気づかせるような稽古場の指導だったかとは思いますね。後々その NHK の解説とかで、私とかもいろいろ的確な指導していただいてたんですけども、突っ張り一つとってもですね、そういう NHK の解説でしていただいて、先手を取る突っ張りなのか、後々その突っ張りだけで、勝負を決める突っ張りになるのか、これからはもう本人が決めるしかないというような、言葉、今でももう耳に残ってるんですけども、それはもう稽古場でいちいちそんなことは言わないんですね。やっぱりその周りからやっぱ自分でやってて、そういうようなことを気づかせるような指導の仕方、そういうような井筒親方でしてね、その上でじゃあ三兄弟、いまして、僕が、一番上のお兄さんとか坂岡関のことをですね、お話しするのはちょっとおこがましいんですけども、あえて、お兄さんからちょっとお話しさせていただきます。一番上の長男の隠れ山関、この方はですね、僕よりも5年も先輩で、なんていうか、僕の見た感じ一番その親方、師匠の似たタイプだと思いましたね。寺尾関曰く、一番三兄弟の中で一番相撲のセンスがいいと、言われた隠れ山関ですね。そうですね、僕がそのちょうど井筒部屋に出稽古行った頃には、どうしても右肩脱臼して手術の後だったので、非常にもうその体力的というかですね、ちょっと弱まってきて、もう再起も危ぶまれるような、大怪我をされていた時期なので、非常に辛かったと思いますね。だけどもうやっぱりその稽古場での、その持って生まれたオーラっていうのはですね、うちの部屋の兄弟子にはやっぱりないような、そういうオーラがありまして、その相撲の取り方一つも、もうなんて言うんですかね、その重さっていうかですね、前に出るそのパパンと入って前に出るその力強さ、そういうのはやっぱりなんかすごく、いいものがあるなんて私が言うのもなんですけども、ものすごいやっぱり力強さっていうのはありましたね。で相撲ももう本当の正攻法、で力強さがあってですね、本当にその右肩の脱臼、本当惜しまれる、力士、
本当にその相撲界レバタラ多いんですけども、本当怪我さえなかったらとか、怪我さえしなければとかってあるんですけども、一番その親方に、井筒親方に一番よく似たタイプで、いい親方、いい指導者になれる逸材でしたね。でまあそのお兄さんの、まあ、隠れ山関はあまりその絡みは少ないので、まあ、稽古場でもちょっとやらさせていただいたんですけども、まあ、当時寺尾関がもうお兄ちゃんにはもう全然勝てないっていうようなことをおっしゃってました。次に佐賀大関、まあこの人ぐらいその個性派というかですね、まあなんていうかその本当にもう相撲の天才っていうかですね、まあそういうところはやっぱり随所に現れてましたね。でまあその稽古場なんかだとやっぱりその一段ともう全然その一人だけやっぱり異次元っていうか当時ですね、まあ、僕はまあ10両ぐらいから頻繁に行くようになったんですけど、まあ、まあその時その井筒部屋で稽古行くって、まあ、うちの部屋にもその時にもうあの琴稲妻関、琴亀関、琴椿関で自分っていうような、まあ、関取衆がね、まあ、こんだけ揃ってるんですけども、まあ、その4人がもうそのまま、まあ、梅関が寺尾関と仲いいっていうことで、その井筒部屋なんかもう一門でも何でもないのに、まあ、その出稽古を行かさせてもらったんですけども、まあ、やっぱり井筒親方自体がですね、もううちの師匠より大兄弟子なので、まあ、なかなかそのうちの師匠もそんなもう行かなくていいとかってそういうようなことはあんまり言わなかったですね。まあ出稽古行くんだったら出稽古行くでちゃんと結果残せよっていうような、うん、まあそのなので本場所始まって井筒部屋の力士たちにあの分が悪いと、お前出稽古行ってお前研究されにわざわざ行くんじゃないみたいなことは言われましたけどもね、まあその井筒部屋出稽古行くこと自体に対してはうちの師匠はあまりうるさくは言わなかったですね。まあやっぱり言うなればその当時の井筒部屋といえばですね、関取衆5人擁していまして、まあ、坂岡関、寺尾関、後大関になる霧島関に神学関で薩洲灘関で、まあ、後々岡崎さん、まあ、高峰関とかがやっぱ上がってくるんですけども、まあ、そんだけそのメンツが揃ってるようなあの部屋っていうのはね、なかなかまあ少ない、少なくてその稽古量、あの稽古相手にこと書かないっていう点ではですね、非常にその充実した部屋でしたので、まあそのそういう意味で出稽古よく行かさせていただきましたね。で佐賀大関はやっぱりその中でも群を抜いて、まあひとたび土俵に上がったらスパーンみたいな感じで、まあ強かった強かったっていうかですね、やっぱりスピード、うん、みんなまあそうなんですけども、まあ寺尾関もそうなんですけども、まあ、やっぱりその坂岡関、寺尾関っていうのはやっぱスピードがありましたね。で坂岡関なんかはですね、あの非常にまあ稽古が終わると、まあ、非常に優しくて、地方場所なんかでも出稽古行かさせていただいたんですけども、その時にあの部屋に差し入れがあったらあの帰り持って帰ってみたいな、まあ、そんな風にあの坂岡関お声をかけていただいて、まあ、帰る時にじゃあ失礼しますみたいな、うん富士ちゃん、うん、美味しいから食べてねなんて、あの本当に愛嬌のある愛嬌たっぷりに、お話しいただいて、非常に嬉しかったというかですね、楽しかったというか、やっぱりその稽古しててやっぱ気持ちがいいですね、やっぱり井筒部屋行くとですね、まあ、そういうような思いをしましたね。でまあ、最後に、寺尾関になるんですけども、まあ、寺尾関の話になるとやっぱりですね、うちの1年先輩の琴亀関、どうしても、 もう今はもうその錣山親方、部屋を起こしてですね、立派にやってらっしゃるんですけども、まあ、そこの部屋の、まあ、師範代ということでうちの琴亀関があのやらさせていただいてて、あのやっぱりそういう深いつながりがありますんでね。でまあやっぱり現役時代から非常にその仲が良くて、しのぎを削って、はためで見ててやっぱりその寺尾関とその梅関の関係っていうのは非常に面白くて、うん、ものすごいその何でもやっぱり言い合える、でまあ土俵上では真剣に
ものすごい激しい相撲を取ったっていうようなイメージがありますね。でまた寺尾関はですね、まあ、自分ともよく当たったんですけども、まずそのもうスピード、どうしてもね軽量なんですよね、体重がないんですけども、やっぱりそれをカバーするためのその立ち合いのスピード、道中のさばき、やっぱ突き押しで、ものすごいそれに力パワーがありましたね。そのやっぱり突き押してその伸びるこの手がですね、どうしても非常に強かったです。でどうしてもそのスピード負けしちゃうんで、もう本当にもうどうやってその相手の寺尾関の立ち合いのもろ手突きをしのいで、回転の速い突っ張りをしのいで、一本でもそのもう小指でもいいからもう回し引っかかれ回し引っかかれで、またその回し取ったからってそんなに安心できないですね。もう寺尾関もその右四つで相撲取れるもんですから、やっぱりもう最後まで気は抜けなかったですね。でまあいろいろとその現役やっていく中で、まあやっぱりそういう梅関との関係があるにもかかわらず、私にもやっぱりいろいろそのアドバイスしてくれたりとかですね、非常にその参考になるようなことを教えてくださったり、でまあその寺尾関自身が非常にそのジョークが好きで、いろいろと楽しいことをおっしゃってくれたりして、まあ、楽しく過ごさせていただきましたね。で、まあ、僕が同じ関取衆の時に巡業中ですね、若い衆がその髪の毛を寺尾関の洗うっていうんで、じゃあちょっと俺に貸してみろって、まあ、ちょっとシャレで寺尾関 その頭を洗ったんですね。もうその時はその相撲界特製の固形のシャンプーがございまして、それをもう油みたいにバン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 ってこういうふうにこういうふうにつけて、それでこうやって揉んでこうやって洗うんですけども、まあそれで油を落として1回でその全部油が落ちる優れもんだったので、非常に重宝したそのシャンプーだったんですけども、でその時にその寺尾関の頭を洗って、じゃあかゆいとこないですかみたいな感じでこういうふうにやって、あーなんてガーってもう全部こうやってガーって洗ったんですけどね。そしたらもう寺尾関がもう富士ちゃんありがとうっつって、いやもう相撲界入って一番気持ちよかったわみたいなことをおっしゃっていただいて、なんかそれで嬉しくなっちゃって、まあ、そんなような話もありますね。平成5年の9月場所、千秋楽、忘れもしないんですけども、その時まあ最後寺尾関だったんですけども、もうまともにもうその時も自分もちょっと体が弱っちゃってて、どうしてももう踏ん張りが効かないようなね、もう本当情けないぐらい 弱ってた頃なんですけども、もうその時その寺尾関と当たってですね、もうその突っ張り受けてその土俵際詰まったんですけど、バーンって押されてもう残れないで、もうそのままもう土俵下落ちてですね、前やった古傷をまた痛めちゃったんですね。でまあそれで怪我しちゃったんですけども、まあそれで千秋楽にもかかわらず坂尾御関がわざわざ家まで来てくれて、もう富士山大丈夫富士山大丈夫なんですよ、もう自分の部屋の千秋楽パーティーがあるにもかかわらず、やっぱりその坂尾御関が責任感強いんでしょうね。やっぱりそういうふうになんかわざわざお見舞いに来ていただいて、そのようなやっぱり非常にその何ですか、仲良くさせていただいてたっていうようなね、まあ僕はやっぱりその相撲界入っての関取衆、まあ8年9年やらさせていただいたんですけども、やっぱりほとんどこの若い衆の時代から含めて、まあこの井筒部屋の坂尾御関寺尾関っていうのはやっぱ切っても切れない。やっぱ
ぱり思い出の力士ですね。やっぱ絡みも一番多くて、いろいろお世話になりました。で今ね一番上の隠れ断石は両国でちゃんこ屋さんやっております。で、まあ、非常にそのちゃんこも美味しく、大体もう昔からこの井筒部屋のちゃんこっての美味しくて、で、まあ、その味引き継いでるんだが、まあ、かなり修行されたんでしょう。そのお兄さんの隠れ断石のそのちゃんこ非常に評判が良くて、繁盛されてるみたいです。で、まあ、坂岡関は、井筒部屋を継いで、横綱鶴竜を輩出して、で、まあ、その志半ばでちょっと亡くなられたっていうのを、ね、もう本当に泣くに泣けないっていうかですね、もう非常にもう辛い、思いをしたんですけども、まあそれで寺尾関ですね、今も錣山部屋を起こして、今一生懸命、やられております。非常にこれからのますますのご活躍を寺尾関に、錣山親方、頑張っていただいて、そういう活躍をお祈りいたしております。以上、今日は井筒三兄弟大相撲よもやま話でした。